隊長、お疲れ。例の件、つつがなく進行しておりますかな。ほら、あれだよ、あれあれ、大会の話。もう隊長ってばすぐとぼけるんだから。大活躍してみせるからエントリーお願いします。いや、この時期に大会を開いてくれるなんてイージス様々だよ。設楽ちゃん的にはトーナメントって王道的な展開も大興奮なんだけどさ、今回は賞金が嬉しいよね。この前プリスティンの限定版が出るって発表されたでしょ、大箱プラモのさ。どうしても欲しいんだけど、お値段がね。いろいろやりくりしてる中、いきなりあんなのぶっ込まれてもどうにもならない。しかしこの機会を逃したら永遠に手に入らない。そんな時にこの大会でしょ。もうこれは神様が私に優勝しろって言ってるようなもんだよね。そんな欲深な人間を勝たせようとする神様なんているわけないでしょ。む、出たな現実主義者メガネめ。やる気を出してると思ったらプラモデルが目的だったのね。はいはい、あのディティールとボリュームを見てもまだそんなことを言えるものか。クオリティが段違いなのだよ。地獄底箱にとってはロマン。あなたが何を買っても文句は言わないけど、事務所には絶対に置かせないからね。ぐぬぬ、相変わらずの石頭。でも大会に対して目標があるのはいいことだと思いますよ。私も今の自分の実力を確かめたいと思ってますし。その通り、その通り。2回言いましたね。やる気をみなぎらせるために私はちゃんと目標を設定しているんだな。いいか、やる気をみなぎらせるために私はちゃんと。2回言わなくても分かったから。ふみか天丼とか好きじゃん。あなたのはしつこいの、胸焼けしちゃうから。ま、ちゃんと勝つ気持ちがあるならそれでいいわ。活躍すれば鳴子坂の名前も売れるし。うむ、任せてくれたまえよ。というわけで目指すは優勝。隊長、私たちの応援よろしくね。の活躍見るがいい。レッツゴー、行くぜ船長。はいはい、何が探査の様子に。うわっと、音はまじの様子に。はいはい、とこんなもんよ。はいはい、はいはい、はいはい、まずは様子見。一個目、君のだけディスレ。おう、ミッションコンプリートってね。やりますか。結構ガチめな感じじゃん。燃えるわ。まずは様子見。ガチャガチャ、どこんなもんよ。まずは様子見。
さん。さてと、やりますか。みんなでお空を飛びましょう。私に続け。はい、あまりはしゃぎすぎないと。よし、まずい。あとは私に任せる。まずは様子します。2人ともお疲れ。お疲れ様でした。訓練通りいい戦いができたわね。私たちの1回戦の相手が決まったぜ。聞いて驚け。なんと相手はバーベナでしょ。ああ。大会本部からの情報は私たち選手全員に届くのよ。そうだけど、どうして乗ってくれないのさ。むしろなんでそんなハイテンションなのよ。1回戦から同じ事務所の仲間との対決だよ。燃える展開来たこれ。ふみかにはこの良さみがわからないかな。ええ、全く。だって今回の大会の参加者ほとんど私たちの知り合いじゃない。ロマンがないんだから。私は設楽さんの気持ち少しわかりますよ。因縁の深い相手との対決燃えますよね。さすがよつゆちゃん、わかってるじゃないか。というわけで特訓を開始しよう。ですね、やりましょう。テンションだけじゃなくてやる気も高いわね。それはもちろん。相手は後輩チーム。先輩としてかっこ悪い姿は見せられなかろう。しっかり練習して勝ちを取りに行くよ。今日はよろしく。設楽さんだからって手加減はしないよ。お、やる気だね、むつみちゃん。っていうか、むつみちゃんはいつも手加減しないじゃん。それはまあ、そうだけど。だが、先輩より優れた後輩なぞ存在しないのだよ。見せつけてやるさ、私の力を。なんて、楽しく戦うのが一番だからさ。お互いベストを尽くそう。うん、よろしく。だけど、やりますか。私の晴れ舞台にしては地味だけど。まあ、戦いの火蓋が今切って落とされました。初戦を制するのはどちらのチームか。やってみましょう。
このまま勝利を掴むのか。勝利に向けて一歩前進しました。お疲れ。お疲れ様でした。訓練通りいい戦いができたわね。にひん、先輩らしいとこ見せられたかな。やっぱり経験値が違うね。参ったよ。そうは言っても3人ともかなり強かったよ。特訓しといてよかった。ブルブルだったからね。緊張してるようには見えなかったけど。そうでもないわ。試合が始まる前なんてずっとフォーメーションの確認してたし、それで見せつけてやるさとか言い出すんだからヒヤヒヤしたわ。そうでしたね。はは、そういう舞台裏の話はやめい。まったくもう困りますな。まあそんな感じですごく緊張したけど、むつみちゃんたちとの対戦すっごく楽しかったからさ、大会以外でもまた勝負しようね。うん、いつでも声かけてよ。次は負けないからさ。見るがいい。さっさと始めよう。まずは様子見。これをうまく。そう。お。あ。お。状況開始。事前に
相談した作戦通りによろしくお願いします。まずは様子見。次はユミさんたちとか、やりづらそうだね。こちらのことは熟知しているし、対策はしっかりしてきそうよね。とはいえ、負けるわけにはいかない。私には夢があるのだから。物欲にまみれたね。夢は夢でしょ。でも、こちらの戦い方を知っているユミさんが来るなら、私たちはどうすればいいんでしょうか。そんなの簡単だよ。向こうの想像を超える実力を見せればいいのさ。努力、特訓でね。おお、さすがっすね。多少の不利は気合で補うってことですね。考えが単純すぎる気もするけれど、ま、それしかやることはないわよね。うんうんうん、見てろよユミさん。私たち3人のコンビネーションで翻弄してやるぜ。ユミ
ーさん、今日はよろしく。よろしく。ところでさ、相談なんだけど。こんなところで？どうしたの？ちょっとさ、来月の支払いきついのよね。だから、ここは勝ちを譲ってくれない？はい？無理無理！そんなズルするわけないじゃん！ズルって言うけど、深刻な問題なのよ。いいから、年上を敬いなさい。どうせ賞金を手に入れても、無駄遣いするだけでしょう。それは、ユミさんもだと思いますけど。プラモは無駄遣いじゃないやい！ほらやっぱり、プラモデルなんて買っても作らないくせに。なあ！今の発言だけは聞き捨てならん！箱入り状態もプラモのあり方だぞ！私は作る派の人間だがね、ちょっと寝かせて熟成させているだけで。はいはい、そうですか。ぐむぬ。よ、四谷さん、あんまり大きい声は出さないでほしいな。設楽さんも落ち着きましょう。どっちが正義か正義に決めるは勝負で決めるが一番だよ。そうね、交渉は決裂したわけだし、八百長なんてしなくても実力で倒してあげるんだから。そんな大口叩いても勝つのは私たちだもんね。覚悟しなよユミさん。先輩だからって手加減はしないからな。試しやしたら出るぞ。どうかちゃんがセンター行くわよ。この試合の勝者が決勝への切符を手にします。実力者同士がぶつかる2回戦スタートです。やったよ。まずは様子見。
私の実力だ。うん、本当に手加減しないなんて。当然です、不正なんて私許しませんから。ですね、不正は良くないです。まあいいわ、負けは負けだし、あなたたちが勝つよう応援しとく。ユミさん、お金にがめついだけの人だと思ってたけど、本当は後輩思いの先輩だったんだね。あなたが私をどう思っているかはよーくわかったわ。まあそれはいいとして、あなたたちが優勝すれば鳴子坂にお金が入ってボーナスとか出るかもしれないしね。なんだよ、やっぱりお金じゃん。軽い冗談よ、肩の力が抜けたでしょ。応援している気持ちは本当だから、次の決勝も頑張ってらっしゃい。うん、わかった、ありがとうユミさん。絶対に負けるんじゃないわよ。さっき冗談って言ってたのに。状況開始。どんな戦いになるのか楽しみ。いや、単調な様子見かそこに。やるわね。まずは様子見。どこんなもんよ。やるわね。まずは様子見。わっ。体勢を立て直します。こんなもんか。したら出るぞ。強そうな相手だからこそやりがいがあるよね。ふっ、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 が単調。ふっ、ふっ、よし、反応。ふっ、よし。ふっ、まずは反応。白くなってしやがって。貫け。ごめん。ファイアリー。私の活躍見るがいい。では、私たちも行きましょう。動きが単調。よく揺らす。うりゃー。まだ、当てたかぜ。
ぞ。次は決勝戦か。ついに楓さんたちと戦いますね。うん、そうだね。予想はついていたけど、やっぱり楓ちゃんたちが来るよね。私たち勝てるかな。何弱音吐いてるのよ。あなたには優勝して叶えたい夢があるんでしょ。物欲にまみれたね。それでも夢は夢なんでしょ。ここまで来るために努力してきたんだから、勝ちを目指しましょう。そうですよ、私たちだって強くなったんです。勝ちましょう。勝って夢を叶えましょう。二人とも、うん、だよね。ここでビビって実力が出せないんじゃ、今までの頑張りが無駄になる。限定プラモ、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 絶対買うぞ。買うんだ、買ってやる。よし、ありがとう。二人とも気合い入ったぜ。今日はよろしくお願いいたします。決勝だ、頑張ろう。いやー、さすが東京シャードナンバーワンのアクトレスチーム、全然緊張とかしてないね。私たちとは全然違う。したら飲まれちゃダメよ。したらさん、気合いっすよ。
分かってるよ。勝つのは私たちだ。気合い入ってるとこ悪いけど、負ける気なんてないから。うん、それでいいもんね。おごりのない強者こそ最強にして倒す価値がある。ラスボス戦はこうでなければな。私たちがやれることは全部やった。みんなと友情も深めたし、努力もしてきた。だからあとは勝利するだけ。正々堂々勝負だ。さてと、やりますか。いい勝負をしましょう。私に続け。はい、あまりに俺が投げすぎない。やっ、あれ、お願い、おめでとうございます。設楽さんの勝利への執念、よく伝わりました。そう、ありがとう。物欲が原動力だけどね。それでも力は力さ。ええ、そうね。おめでとう、設楽。うん。というわけで、じゃじゃーん。どう？見て見て、隊長、これが例のプラモだよ。すごいでしょ、かっこいいでしょ。みんなに見せたくて持ってきちゃったんだ。よし、フミカに見つかる前にディスプレイだけ済ませちゃおう。
いやー、ここまでの大物を組む機会なんてなかなかね。幸せだったな。でもでも今度さ、このライバル機が立体化って発表されたじゃん。そうそう、これと同じく限定版で、もちろんお値段も同じくらい。優勝賞金を使ってもちょっと足りない。というわけで、アクトレスのお仕事頑張ろうと思うんだ。だからね、隊長、出撃の時は真っ先に私に声をかけてね。頼んだよ。